秋葉来ました、秋葉原ということで、はい、なんかプラついてご飯食べるデート、そう、大人のデパート行ったさっきね、次あの東京レジャーランドっていうゲーセンセンターに行ってみよう、うん、よっしゃ、ホコ天だ、日曜だから、日曜だからホコ天だった、そうそうそう、人やばいけどホコ天だから歩きやすいかも、うん、いい感じ、そう、フィギュアとか最近集めてるからちょっとそれ見たりとか、また食べ歩きでいいのかな、秋葉って。なんかあったら、なんか食べたくない、あー、なんかあのドン・キホーテら辺にクレープとか売ってる。あ、そうなの、そうそう、銀だこも行きたいですよ。あ、私ケバブ食べたい。あ、秋葉といえばケバブですよ。ね、食べよう、ちょっと行ってみよう。はい、あ、秋葉原なってんだ、マロちゃんのエビ天、マロちゃんが一番好きなおもちゃがエビ天で、これに似てる。で、これめっちゃ動くらしいから、撮る、撮るか、これどういう感じなんだろう、意外とむずい、全然取れん、なんかちょっとむずいな、私が働いてたここ、え、ここ潰れたんよ、潰れた、やっぱケバブサンドかも、うん、500円安っ、ケバブラップ、鶏、萌ちゃんが、私はミックス鶏と牛、鶏と牛ゲットゲットした、ケバブラップケバブラップ食べますか、食べよう、いただきます、食うのむずっ、これ食べます、うまっ、めっちゃうまい、うまい、うまっ、食べてるしか食べてない、めっちゃうまい、あ、ソース美味しいね、うん、辛くて、あれ最高かも、うまっ、もちゃん、あれ、ジュースセット、うん、食べる、クレープみたい、うん、ありがとう、牛うまいよ、うまい、うん、ん、牛うまっ、うん、うまみが強いわ、うん、うまっぽいよね、鶏は結構さっぱり、私ケバブサンドにしたのにさ、ケバブラップになったそう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 、でもこっちの方が絶対良かった、いや、まあ、食べやすさとかボリュームサンド食べにしてそうだし、うん、ね、やばそう、この後はどうする、食べ物は意外と多くない、うん、うん、うん、うまっ、やっぱ秋葉といえばケバブですからね、謎にわかる、ケバブやな、うん、原宿でいうクレープみたいなもん、そうそうそう、あ、私好きなのはこのケバブかもケバブめっちゃ好きだわ、マジ、うん、そんな食ってなくね、うん、でも食べると非常にうまい、わかる、食べるとうまいな、あれは銀だこは、銀だこ行く、銀だこって食べやすくて銀だこない、あ、確かに飽きなくてさ、うん、何も感じにさ、ケバブだけ買った、うん、もうね、グルメツアーやってるの、秋葉でなんか見て楽しんで終わってる、うんうん、カードまで言わない、カードうまっ、今度作って、もうどうやって作るの、ケバブ風しか作れない、うん、だってあるんでかいの、うん、作ってさ、削らないといけない、ジェンが作ったと、ケバブ、うん、え、じゃあ真似しようか、うん、うまかったな、うまっ、そんなうまいとは、もっと買うか、もういい、今日のご飯これで終わっちゃうよ、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、噛みつきよかった、噛みつきとカルビス、肉食べたらさらに肉が食べたくなって、いやでもわかる、なんかケバブって後引かね、わかる、何なんだまた食べたくなるよ、わかるわ、そうやって飽きるタイプ、そうだよ、私なんかさ、しまえるじゃん、うん、なるほどね、食べないと、なるほど、まっ、うまい、食べる、うん、でかすぎじゃね、うん、ホットドッグ、チーズホットドッグ、ホットドッグでかすぎんこれ、うん、特大の普通にさ、休憩で入ったカフェでさ、これでかこんなでかいの食ったことない、待って待ってね、独特なもんね、うまい、今日のコーデ
なんかいろいろ食べたわ。そう、なんかさ、たまたま入ってさ、そう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 、時のさ、いやマジでね、でかすぎてびっくりしちゃった。そうね、夕飯食べるつもりで休憩が入ったのにさ、結構お腹いっぱいになるっていう、結構お腹いっぱいになった。でもなんか食べたくない？食べてないからよ。物足りないよ。食べる？もうじゃあいけるっしょ。まあ別にいけなくはない。当初の予定だと寿司食べ放題はノーということで。寿司食べ放題はちょっとさすがに重くね。重い。とりあえずなんかプラついて飯食べよう、うん、といってもな、何系がいいとかある？やっぱラーメンとかの方が早いからいいかな。あ、まあラーメンは食べやすい。1人前とかにすればいいんじゃないの、うん、大盛りとかじゃなくて。何ラーメンが食べたいとかあんの？いや、ないよ。家系でもいいし。家系は微妙。それかまたケバブ食べるか。ケバブ微妙ね。油そば。この系微妙だって。キラキラしてるラーメン屋さん。影武者行く？影武者行ってみるか。ラーメン屋来た。二郎系。いっぱい食べたのにさ、大盛りにしちゃった。ラーメン屋来るとさ、大盛りにしちゃう癖がある。本当だよね。めっちゃ一番でかいやつにした。俺さ、なんかお前ちゃんが飲み会帰りにさ、大将券行きたいって言ったら、うん、大将券ならめっちゃでかいんだと思ってさ、もう苦しいとか言ってた。あ、面白い。結構食べたことある。そう、そういうのあるから。あ、でも楽しみね。フードファイターだから。フードファイターです。メガフードファイターあるよね。戦闘鏡じゃん。食事に関して戦闘鏡。戦闘鏡じゃん。楽しいです。人になりそう。俺優しくなるよね。うん、思った。やばいよ。すいません、ありがとうございます。うまい。これならいけそう。大盛り本当？じゃあ行きます。ごちそうさま。食べました。食べました。うまかった。優しめの味だった。なんか店員さんも優しかったしさ、まあ、初心者向けだよ、ね、そう、初心者向け。なんか全然野菜マスとかも丁寧に切ってた。そう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 。ということで帰りました。帰ります。さようなら。さようなら。カバンの中見せたら。まずカバンは？カバン今日ミューミューにした。ミューミューのカバン。かわいい。ミューミューのパスケース。チェキ入ってるよ。これ。かわいくね。これね。本カフェでやっとくやつね。そうそう。あと財布。ミューミューのパンパンの財布ね。パンパンの財布。あ、これね、このコキーケースなんだけどね、お気に入りポイントがこれ。可愛くない？え、可愛い。アイコス。アイコスね。私はこの、ってんのはこれです。この色してます。オレン、あの紫のちょっとピンクっぽいやつと、マスク。マスクがピンク。あとこれ、日焼け止め、コンビニで買った。これキラキラして可愛い。え、可愛いから性能じゃなくて。性能もいいよ。性能もいい。これだけ。終わり？うん。これだけ。あ、スマホは？スマホケース。あ、スマホはこれです。ケイトスペードの iPhone ケースに100円の鏡が入りました。工作してる。意外とさ、ミニマリストじゃない。いや、私ね、あんま持ち歩かない。なんかどうせ使わないしさ、必要最低限のもので。化粧道具が一個もないのか。直さないんだよね、一切、うん。そういう意味でもリップみんな気になるんだよ。いや、私口紅に取れても全然気にならない。あ、そういうこと、うん、前なんかもともと血色が強くてさ、取れてもさ、あんまり動画とかでもさ、リップ実際に取ってるからさ、全然取れてんだよ。ちなみに俺は、うん、ノースフェイスの萌ちゃんにもらったやつ、うん、萌ちゃんにもらった財布、うん、モバイルバッテリーと、モバイルバッテリー終わり。お互いミニマリストだ。あとティッシュとウェットティッシュあったらいいよ、便利だね、うん、終わり。